さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ屋坂です。さあ久々に登場ですよね、イーカラ号の未来でございます。3、2、1、GO。 もうこれ定番なんだな。うわ、携帯が落ちた、ちょっと待って。はい、で今日すいません、あの今からまあいろんなことをちょっとこの動画は入っているので、どこからどういう風に伝えたらいいかな。まあイーカラ号、まあ結構もう2年以上持っているような状態ではありますけど、2年持ってきて、持ってみてどうなのとか、そういうのも含めながら、最近の近況報告とかも含めながら、ちょっといろいろとお伝えができればなと思います。さあ今からちょっと知らないところではないんですけど行くので、はい、ちょっとGoogle マップ使っております。まあ最近の未来はですね、ちょっとまさに今こういうのも関わってくるんですけど、いやーこれまあ隠さず言えば補助金受けてるじゃないですか。補助金は4年縛りがあるのでなかなか売れないんですけど、補助金返してこれ売っちゃおうかと思ってるぐらいなんですよ今。まあそういうようなところからぶっちゃけから始まっちゃってすいません。やっぱね、普段足として乗るっていうのは、僕としてみたら、まあモータージャーナリストっていう職業からしてみたら、まあ最もなんていうでしょう、調査であるとか身をもっていろんなことを体験してとかのもう絶大なるチャンスじゃないですか。その4年間をちょっとこれに費やすっていうのは、もうちょっと水素の環境とかが目まぐるしく進化するなら別なんですけど、しかもその進化もね、ユーザーにとっては全くいい方向の進化を、まあ今のこのユーザーだけの立場で言えば全然してないので、水素料金もものすごい値上がったので、最初1キロ水素1キロあたりって1200円とか、安いとまあ1100円ぐらいから1200円ぐらいで推移してたんですけど、2023年初めの時点でもう一斉にポンと値上がって、まあエネルギー高騰ですよね。まあだそこで値上がって、今まあ僕のまあ千葉でも結構入れるんですけど、千葉で安い方で1650円かな1キロが、で東京で入れると1760円とか、まあ場所にもよるんですけど、どこの場所、東京でも入れるかでもう結構違ったりもします。結構違ったりがその100円ぐらい違うので、1キロ入れるあたりで1キロとか、そういうちょっと単位がよくわかんないじゃないですか。簡単な話、これ燃料タンク、水素タンク満タンにすると大体まあカラッカラの状態でもフルフルで入れて 4.4 キロぐらい、それ以上入れたことはないな今まで。 4.3 とか 4. カラッカラで4とかそのぐらいです。だからまあ計算してもらえばわかりますけれども、まあだからそれで 4.4 かけてみてくださいっていう距離で持って、だいたいまあ480キロから500キロ弱実際は走れるっていうところで言うと、燃費はなんとなくわかると思います。だから通常の今まで最初の値段の時にはレギュラーガソリンと同等っていう感じでまあ僕は触れてましたけども、今現在で言うと廃屋と同等ぐらいな維持費っていうような形ですかね。まあしかし春先とかにいつもまあ車持ってる方はいつも送られてくると思うんですけど、自動車税とかはもう全然かかんないので、だからそういったところは恩恵があったりとかはありますかね。で乗り味とかずっと変化なくものすごく快適に過ごしております。静かだし、乗り味はいいし、滑らかだし、しっとりだし、でもっとまあなんていうんでしょうかね、またなんか荒れそうですけど、セブつけたらすげえパワフル感が、モーターマジ働きが変わったので、僕はずっとこの車もセブつけてるんですけど、改めて言うけど、別に悪いものだったら何にも言わないんでね。なんかまあスポンサーだから、まあ今日話す内容とも関わるんですけど、スポンサーだからよく言ってるんでしょうとか、そんなレベルの話で僕活動してないんで、だからいいと思ったもので、まあ今も LINE とかでいろいろちょっとある方と連絡取ってたんですけど、車種代の捨てちょっと測る云々のちょっと話を今日もさっきもしてて、でまあ今度テストコース借りてもやってみようかなとか、まあいろいろ計画はしてるんですけど、ちょっと忙しすぎるのと費用もかかるので、ちょっといろいろとまあでも着々とはいろいろ進んではいます。であとこの未来乗ってて面白いのは、だから今みたいなね、携帯落ちちゃうとまたこれ誤作動しちゃう時がたまにあるんですけど、アンディこれめちゃくちゃいいですよ、本当おすすめですよ。
まあ、僕アンバサダーもやってますけれども、あまりにいいので、あ、やりますやります受けますっていう、協力しましょうって、世に広めましょうって。だからカババであるとかアンディであるとか、僕はもう本当ね、契約、保険とかを切り替えとか、車買い替える時とか、保険とか更新したりする時もあるじゃないですか。アンディ切り替えてみたらどうでしょうか。マジいいと思いますよ。こういうアプリでもって自分の運転、これ G センサーなんですけれども、 G センサー使って自分の運転が客観的に見れるので、急ハンドル急ブレーキしてませんかとかっていうのも点数で分かるので、でいい運転続けるとポイントが溜まってって、それコーヒーとかに変えられるので、だから本当マジいいですよこれで。事故の時にはそういった G センサーとかをベースにして、その事故の、まあ、実況見分が、まあ、できる、データ上でのできるっていう、そういう話で、要は GPS も持っているので、だからこそ今ぶつかった時にはこっからここにこのぐらいの速度で動いてて、ここでヒットしましたね、衝撃が来ましたねとかの、そのデータがちゃんと全部取れるわけですよ。動いてたら動いてないとか、そういった水かけ論みたいなのも起きないし、もちろんドラレコを使うっていうのももちろんなんですけれども、データ上でもそういうのが分かるっていう、そういう付加価値持ってるので、まあとてもいいと思います。まあなので、まあ本当にいいと思ったところとパートナーを組みで、まあ僕も応援するし、逆に応援してもらうという形で、うちのチャンネルはいつも展開しております。まあなんでこういう話をしてるのかっていうところと、あとサムネでお詫びから始まってるとは思うんですけれども、まあまあ簡単に言えば、本当すいませんでしたっていうところです。何に対してすいませんでしたかっていうのは、ちょっとね、なんか見失ってたかなっていうところです。まあ僕のチャンネル名にも、これはだから立ち上げるときに強く意気込んでたところではありますけど、独断と偏見っていうところで、自分っていうものをものすごく強固に作り出すっていうところで言ってはいましたけれども、なんかやっぱ知らないうちに牙って抜かれていくんですかね。やっぱ背負うものが大きくなったりすると、まあ抜かれていくのかなっていうところで、なんかその独断と偏見のなんかコメントがちょっと薄くなってきたかなっていうのは最近思ってたところで、だからそれを全てガラッとまた原点回帰します。もう初心に戻ります。なので、全てもう本当独断と偏見でまた改めてスタートしますっていうのを、まあ SNS とかでちょっと新たなチャレンジしますっていうのを、まあ僕挙げたんですけれども、まあそれの内容が、まあその心構えを変えるっていう話です。心構えを変えると全ての行動が変わるので、行動が変わる中の一つとして、この未来も、まあその売るって決めたわけじゃないですけれども、まあ補助金返して、まあ売るのもいいかなっていう選択肢に入ってきております。例えばこの未来で乗り味とかすごい気に入ってるんですけど、やっぱインフォテインメント弱いんですよ。で、カープレイ使えないじゃないですか。だから今こういう風に Google をここに出して、これだけ大きいモニターがありながら、もちろんこのモニターに表示させることも、まあ裏技を使っちゃえばあるわけですけれども、社外パーツを使ったらね。でもだからここに純正として表示できないじゃないですか。だからカープレイが使えないわけですよ。だからそういうインフォテインメントも、まあ最新型は使えたりするんですけれども、だから僕がこの買った時っていうのはインフォテインメント弱いので、だからそれらも含めるとちょっとって思っちゃうわけですよ。だから毎回加速したら携帯落ちちゃうし、しかもそのこれだけ大きいモニターが単なる飾りにしかならないしっていうのを考えるとね。で、水素も、だから水素を調べるためにも、こういう風に乗って足として使いっていう、まあかっこいいから乗ってるのもあるんですけど、それかっこいいっていうのは、もちろん、購買意欲の一つにはなってるんですけど、これ買った時にはやっぱ水素自動車だから買ってるっていうのはすごく大きいところがあって、それを満足度高く乗るためにもかっこよく自分なりに辛い位置にしたり、まあラインテープ入れたり、まあ自分なりにいろいろ努力しながら、なんて言うでしょう、秋が来ないように、まあ、自分の中では、乗っていたんですけど、まあ、だからこういうのも独断と偏見ですよ。僕が思ってるからしょうがない。だからだんだんもう飽きてきちゃったわけですよ。なんで飽きてきたんだっていうと、飽きてきた。まあ飽きてきたんだろうな。飽きてきたからだから買い替えたいなって思ってるんだろうな。飽き性だって言われたらもうそれはしょうがない。僕そういう性格だからもうしょうがない。だからそういうのも隠さないようにしようかなと。だからなんか車すぐコロコロ変えてとか、なんか悪口的に言われたりすると、いや全ての方にいい格好しをしたいなんか気持ちもあったので、それに応じようとするとどんどん丸い人になってっちゃうわけですよ。そうすると
本当に伝えたいことっていうのが伝えられなくなっちゃうので、だからそれは僕はこの未来に対してすげえ滑らかでしっとり走るし快適なんだけども、その分やっぱエンジンの音がしないからとかそういった部分でやっぱ飽きは来る。これは電気自動車に対しても若干思うところだから、今の理想で言えば2台持ちで自宅に充電器があったら1台は電動ドライブカー持ってもいいんじゃない、もう1台はあのエンジン音とかガンガンするあの古典的なトラディショナルな車が持ってるといいんじゃないっていう、それはねやっぱ変わらんっていうか、それがやっぱ極みだなっていうところで改めて思うところですよ、うん、っていう発想かな。ごめんなさい、今話に夢中になって隣にいたのにウインカー出しちゃった、ごめんなさい、すごい開けていただいた、ごめんごめん、本当ありがとうございます、すいません。さあちょっとこっちの車線でのんびり走っていきたいのでね、でまあまあ僕の独断と偏見ってそもそもこれセカンドチャンネルであるとかメンバーシップであるとかではもうはっきり言ってるんですけど、こういうのもなんか言わないから多分勘違いも生まれるので、僕はもう本当に偏った意見ですからね、独断と偏見ですからね、もう独断と偏見のいいカライフ動画って言ってるぐらいなので、だから僕の価値観でしか物は語ってないですからね。でも僕が目指している活動理念っていうのは何かって言ったら、全ての方、一人でも多くの方にいいカーライフを過ごしていただきたいって、でそれの結果として手法として僕が目指してるもう直接的なものは何かって言ったら、単純で僕がいいって言った車がバカ売れする市場、そういう環境が手に入りたいんですよ、入れたいんですよ、もうそれに尽きるんですよ。僕が極端なしいいって言わなかったら売れてほしくないわけですよ。だからいいって言ったものが爆発的に売れる、極端だし、いやこれちょっと控えといた方がいいよって言ったら全然売れない、この市場環境を僕はそれだけの影響力を持ちたいんです、作りたいんです、そんなふざけたこと言うなよっていう気持ちを抱く方も大勢いらっしゃると思います。だから僕の考えとか性格とかを全部理解いただいてるメンバーシップの方には今までも言ってましたけども、こういう公というのかな、あの本チャンネルのこういうメインチャンネルでこういう風に言うの初めてかもしれないですけど、言わないと多分ね伝わらないので、僕のその活動のなんか本筋が、僕がいいと言った車だけが売れればいいって思ってます、その環境を作ろうとしてます。もうでそれを言うからにはものすごい言葉に責任感がないといけない、責任がすごいわけじゃないですか。だから誰よりも勉強するし、誰よりもいろんな視点を身につけたいし、誰よりも食わず嫌いじゃなくてどんどんいろいろと経験をしたいしっていう、だから経験値を積み、知識を積み、だから知力も経験ももう全部使いながら、この車はこういった方にいいよ、この車はこういう特性持ってるからこういうライフスタイルの方にはいいよ、絶対そうしたら幸せになるよって、それを伝えていきたいわけですよ。この車は A さんにとってぴったりなのに、 A さんと違うライフスタイルの B さんが買っても幸せになんないわけじゃないですか。でも実際こういうのが起きてるわけですよ。で僕はそういうなんていうでしょう、理想でもって、理想というのかな、まあ思想を持ちながら300万登録とかまでいったらそういう世界が作れるのかなとかって思ってたので、だから僕は YouTube も300万登録目指してます。でまあまだまだあの先の話なんですけれども、遠い遠い目標かもしれないんですけど、まずはだから目先として100万登録を生み出すために、確立するために今日々努力しているっていう、まあそういう状態ですよ。でもその100万登録を目指そうって思った時に、まあなんて言うんでしょうかね、だから100万登録を目指すって言った時に、だから僕はそこに落とし穴に引っかかっちゃったようなものなんですけど、全ての方にいい格好をしいで、どん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 共感を、もらい、どんどんそうすれば100万登録に近づく、300万登録に近づくって思ってた、若干勘違いしてた時期があるというか、つい最近まで。でもだから間違ってたんですよね。だから僕に求められてるのってそんなことじゃなくて、だからそんな誰にでもいい格好しいだったら、世の中たくさんもう情報なんてもう溢れかえてるので、別に僕のチャンネルじゃなくて他のチャンネル見ればいいとかそういう話になるわけじゃないですか。僕のチャンネルに求められてるのは、僕っていう揺るぎない一つの感性、要は価値観でもってバチ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 本音で語ってくれることを、やっぱそれ要所要所のやっぱあのメンバーシップの方とかとも話してても、なんでしょうかね、昔から見てる方はやっぱりつまらないとまでは言わないですけど、なんか昔ほど牙が立ってないよね、言ってくんないよねとか、まあそういったのがだからちょっと分かりにくくなってるっていう、
説明の、まあ、その話術的なもので説明の分かりやすいとかそういうのは若干はあんのかもしれないですけど、言ってる内容が鋭く刺さらんみたいなね、すっごい反省したんですよ。なので改めてちょっと独断と偏見を貫きます。だから僕一番最初にその独断と偏見っていうところでその牙が抜かれ出したのは、僕視聴者の方のためだけに動いてるので、視聴者の方を向いてたらそっちに自然と行っちゃったんですよ。だからこれ僕もね、そう経験したから分かるんですけど、例えば僕がある車のレポートします。その車ちょっとこういうとこがあれだよね、ああいうとこがあれだよね、これあんまりちょっとおすすめせんみたいな、ちょっとそういうニュアンスで物事を語った時に、オーナーの方がドンって沈むわけですよ。でオーナーの方からなんか なんて言うんでしょう、まあまあ辛く当たられたりもするわけですよ。でもだからといって僕がそれが全く響かないかというと若干は響くので、そうするしてくるとだんだん喋るときにオーナーの方の顔をちょっと顔色を伺うような喋りにだんだん最近なってきてたんですよ。それがね本当反省点でございます。本当申し訳ないです。僕にはそんなこと求められてないですもんね。だからオーナーの方がそれを聞いてなんだよこいつって思うとかであれば、見なければいいだけの話だし、強制視聴じゃないので YouTube なので、もしくは次車買い替える時僕の見てから僕がいいって言った車を 買えばいいだけの話じゃないですか。僕の言ったことにそんだけ右往左往するんであれば、なんだこいつってかって思うんであれば、だからそれだけの話じゃないですか。そう考えるともっともっと揺るぎなく独断と偏見を続けていくべきだと思った次第です。ただ思ってるだけじゃ形にならんので、宣言します。ちょっとこれはやっぱり今回未来持って4年間縛りみたいな形でこういう所有するっていうところで補助金を受けてしまったんですけど、僕の環境で言うとこれはあかん。4年間一つの車だけでこういうプライベートのまあメインの部分の知見が固定されちゃうっていうのはあかん。少なくとも極端な話半年に1回とか車買い替えたいぐらい、1年に1回とか買い替えたいぐらいで、新しい価値観新しい知見とかをどん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 入れていきたいぐらい、だからそういうのを僕はやってった方がいいって。それに対して車転がしだ何だ何の言われようが関係ないんですよ。別に車転がしてるつもりも何もないので、仕事に必要だからやってることなので、だからそういうのも周りから言われた時に、いや車転がしてるようになるべく見えないようにしようとか、だからそれも本筋から僕が弱いからね、自分が。だから自分の弱さが元でそういうあやふやな行動を取ってるので、バカじゃないかっていう、そういう話ですよ。もう本当自分がね本当反省したんです。だからそれを実は今年入ってずっと悩んでたんですよ。ずっともや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 して、やっとこの間よしもうそうしようって宣言したんです。まあそのきっかけとかもまあいろいろあるんですけど、これはもうメンバーシップでしか語ってないので、まあメンバーシップではもう語ってますけど、そのきっかけをまあ与えたまあ事件っていうかまあ事柄があったわけですけれども、まあそれがあって目が覚めたっていうところではありますけど、まあなので、ちょっと生まれ変わりますというか、だから最初から結構初期の頃からいいカーライフ動画を見ていただき、ご視聴いただき、僕のことを応援していただいている方、本当申し訳ございませんでした。なんかちょっと迷ってましたね。迷ってたというか、なんか、なんかどこ行っちゃったんだよっていうところをさまよってましたね。あ、それでも離れず、今この動画を見ていただいていることに本当感謝します。ちょっと元祖ゴミ安田が戻ってきましたので、はい、独断と偏見のゴミ安田か、このいいカーライフ、ウィズゴミ安田が戻ってきましたので、まあ、今後の動画とかいろいろ見ておいていただければなと。だから、まあ、嫌いな車本当扱わなくなると思います。好きな車、価値ある車のみ、本当扱っていく。まあ、そういうような中身で、また展開がしていくと思います。で、あとは自分で車をもうバチバチ買い替えます。乗っていきます。それでもって、レポートももちろん、普段通りいつもメーカーさんからもお借りして、レポートももちろんしたりもするんですけれども、まあ、より自分の車としてのレポートも増やしていこうかなと。半年に1回ぐらいは、この未来とかは買い替えたいなと思うし、もっと言えば、実は今から1台ちょっと物色しに行きます。なんでその車を、物色しに行くのか、買おうとするのかっていうのも、この間 SL63 をですねゴルフ場乗ってったんです。でそしたら
まあアルバイトの子だと思うんですけど、まあもうそのはっきり言っちゃえば、まあイーグルポイントっていう、関東で言うとイーグルポイントっていうと、まあすごいゴルフ場なんですよ。でそこへ行った時に、そのエントランスの女性の方がわざわざっていうか出てきて、すっごいかっこいい車ですねって目を輝かして、僕お世辞かと思って、いつものありがちだって言っちゃあかんすけど、なんかお世辞かと思って最初なんか結構半分無視しがちでなんか流してたんですけど、すっごいまじまじ車を見てすごいかっこいいみたいな、まあすごい感動していたので、でそれ SL63 で屋根をちょうど開けてたから、まあ、イーグルポイントっていろんな、ほんとね、すげえ車乗ってくる方が多いので、だからヘリで来る方もいらっしゃるぐらいなんで、ゴルフ。だから、それでもね、そこでそういう反応するってことは、なんか、まあ、なんでしょう。未来で僕散々ゴルフ行ってるんですけど、一回たりともそんなことはもちろんないわけですよ。だからそういうのもステータスとか含めていくと、なんかモータージャーナリストゴミヤスタカがゴルフ場行って、やっぱなんかね、やっぱ華やかな車乗ってった方が夢があるだろうし、なんかちょっとそれも反省した。だから未来がダメとかって言ってるわけじゃなくて、なんかね、もっともっと華やかなっていう言い方が適正かどうか、これちょっと言葉がすごい難しいですけど、まあまあでも隠さず言えば華やかな車乗りたい、乗っていきたい、乗って周りに対して、うわ、モータージャーナリストってすごいねとかね。だからなんかそういうのを見せていきたいわけですよ。なんかそれは思いました。乗ってく車が違うだけで、同じゴルフをしてるっていう、同じゴルフクラブを持っていく、同じ服装で行く、なのにあんなに対応反応が違うっていうのは、まあ分かっていながらも、分かってなかったんですね。車好きを増やしたいとか、車に対する憧れとかをどんどんなんか、なんて言うんでしょうね、素晴らしさを世に広めたいとか、そういうのを口で言っておきながら体現してないっていう、未来もいい車なんですけど、もっともっと夢とか、まあそういうのを与えるっていうのを僕の仕事としては大事なのかなと。で、それで言った時に LFA でゴルフ行けよとか、NSX でゴルフ行けよはあるかもしれないですけど、行けないんでゴルフバッグ積めないんで、だから今からちょっと1台物色しに行くわけでございますよ。というところで、まあその動画はまた別になりますけれども、それはそれでまた見ていただければなと思います。何にせよ今日お伝えしたいのは、未来こんな感じだよって。だから水素ちょっとずつ値上がってきて、でだから水素ちょっと改めて言わせてください。最後に一つ、水素ステーションが近くにあったら おすすめだよっていうのは、もちろんこれ一つあります。水素は電気自動車と違って充電時間がないので、まあすごく使いやすいです。水素充填なんてすぐ終わるので。でも水素ステーションの営業時間とかがあやふやすぎる。これがダメです。都内で僕の周りなんて車走ったら水素ステーションもう 4,5 箇所あるわけですよ。それでも時間によっては1箇所もやってないであるとか、それでも日によっては1回あったやってないとかね、あった。それはなんかの点検とかが被っちゃったとかね。だから絶対に閉まらないと思ってた芝公園が閉まっちゃってたりした時に、車走れない、あ、乗ってけないじゃんっていう時が1回あって、タクシーで移動しました、その時で。例えば今もあと残り91キロ走れるんですね。で91キロって、まあ電気自動車とか水素、こういう燃料電池車乗ってる方からすると、まだ91キロも走れるじゃんっていう感覚だと思います。水素ステーション行けば普通に充電できるんですけど、この91キロしか走れないっていう時に、水素ステーションがもし1箇所しか使えるものがなくて、そこがイレギュラーで点検であるとか、イレギュラーでポンと閉まってたら、これもうアウトじゃないですか。だからそういう不便性は未だに何も解消されてない。営業時間は全然伸びないし、そりゃ伸ばしてくれって言ったって、ボランティアでやってるわけではないので、ステーションも。伸ばせるわけがないじゃないですか。バスとかも走らない夜中とかにやるわけもないし、かといって、セルフの水素ステーションが広まってるわけではないし、まだ試験運用段階だけで、ずーっと場所は拡大してないですし、だから関東圏で言えば、川崎に1個、関西方面で言えば、神戸に1個、もうそれだけがセルフスタンドはもう日本において動いてる、もう唯一の2箇所なんですよ。唯一の
の2カ所っておかしいね、言葉がね。だからそういうのももっともっと発展しないといけないし、だから水素環境が全然良くなんないんですよ。だからそれは電気の茶でも含めた充電環境とかも含めたインフラとかも進んでないのと同じような感じで、なんかね、ユーザーが置いてけぼりのなんか話になってんのかなっていうのもすごい感じるところで、だからそういうのを踏まえると、なんかのんびりとしたこのなんか進化に、とりあえず今時点では、まあ得られるものはもう得たので、あとはちょっと外からの様子見をしていようかなっていう気にもなってね、はい、なのでまあ未来はちょっと売ろうかなっていう気持ちにもなっております。まあだから燃料電池車今おすすめですかって、今改めてこういう風に乗ってみて思うのは、だから2台持ちの2台目に燃料電池車っていいんじゃないですかって、メインカーとしては全然おすすめしないです、イレギュラーがあるので。で今90キロしか走れないです、僕は明日朝からゴルフなんですね、関係者の方々と、ちょっとあのジャーナリストとかの関係者の方とメーカーの方とかとちょっとゴルフなんですけれども、でそのゴルフ行くのに今日撮影これからして帰って、で夜ちょっとメーカーの方々とかとちょっと会食もあって、でその会食が終わって、でもうその会食が終わってからは水素ステーションやってなくて、だからどこにも充填する今日時間がないんですよ。その水素ステーションに行くんですよ、行く時間がないんですよ。だから行かないといけないっていうのも、だからそれほどまず数は多くないし、時間もだから夜遅くなっちゃうと、やってる場所はもう一箇所しかないので、芝公園しかないので行くっていう発想になるわけですよ。だからついでで行くとかじゃないので、だからまあそういう不便さはずーっとあるので、まあなのである意味おすすめの乗り味でもあるんですけど、ある意味進化が遅いから、まあそのあたりは踏まえてねっていう。だから二台持ちの方の二台目に一つなんか趣味性の高い車として持つのはいいんじゃないのかなって。でもうそれで考えた時に、二台持ちの一台とした時にこの燃料電池車が適正なのかと言われたら、ちょっとそこはね、もっとなんか刺激的な電気動車とかでも二台持ちの二台目だったらそっちの方がいいんじゃないとかっていう風になっちゃうわけじゃないですか。だからそこがちょっと難しいところではありますよね、判断がね。はい、まあなんとなく言いたいことは分かってもらえたかと思います。はい、っていうような形で、まあ今後車ちょこちょこ先にもう言っときます。もし今日乗って、うわすげえじゃんやっぱって、やっぱ欲しいよって言って買ったとしても、その車もそんなに長期保有しないと思います。多分またなんか次にすぐコロコロと変えていくと思います。はい、ので先に宣言しておこうかなと思います。まあこういう風に決意新たに、まあ生まれ変わったというか、あの原点回帰したゴミヤスとか、これからもまあそういうなんか、まあ本音トークでなんかムカつくこともいろいろ発言するかもしれないですけども、それらも全部踏まえた上で、なんか視聴いただき応援いただいたら、本当あの深く深く感謝いたします。ありがたいです。ではでは失礼いたします。さあ今から、はい、車ちょっと撮影しに乗りに行きたいと思います。では失礼いたします。イカレフォ。すいません、まあこれ後々わかりますけども、もうあまりに車気に入っちゃって買ってきちゃいました。本当すいません。もうすいません、もうこんな気軽に買っちゃうような車ではないんですけれども、買っちゃいました、申し訳ないです。はい、すいません。あとちょっと駐車場すぐどうにか手配しないといけないとか、まあいろんな問題はたくさんあるんですけれども、そもそも駐車場に入らないから、駐車場を新たに確保しないと、まあマジダメだな、どうしようかなとかね、ちょっといろんないろんな、あれパトカー様ですね。はい、すぐ分かります。はい、だからまあ何にせよちょっと買っちゃいました。まあだからすっげえもうかっこよくゴルフ場に登場することが可能でございます。すげえ嬉しいです。乗りたいから乗るだけです。まあなんやかんや、まあいろんな理由つけてでも、単純な話でもう独断と偏見ですよ、乗りたいから乗る、もうこれにまずは尽きるわけですよ。もうそこが一番で、まあその乗りたいから乗るっていうところで、今もう買ったっていうこの事実で、もう僕のテンションぶち上がり中ですよ。だからこのモチベーションでもって、また仕事頑張れるし、撮影頑張れるし、もっともっと勉強しようという、気持ちにもなるし、まあ車買いすぎだって言われるかもしれないですけど、そういう仕事だからしょうがないですよね。
もうだからもう気にしない。だから独断と偏見改めてどんどん突き詰めていきたいと思います。いいカーライフを多くの方に過ごしていただきたいっていうのはもちろんあるんですけど、その前に僕自身がもう誰もが憧れるぐらいいいカーライフを、まあ表面上はね、まあ真相は、まあ冷や汗かきながらいろんな高額車両とかも買ってる部分はもうたくさんあるので、そんなのはほっといたとして、もう表面上は誰もが憧れるぐらいの、ほんとね、なんかそういうカーライフをなんか楽しんでる、存分に楽しんでる、なんかそれをもう見せていきたい。うん、なんかほんとそれに尽きる。もうドリフトもちょっと夢が叶いつつあるし、いやだからまあハイエースもちょっと今さらに、まあ今ねオーニングつけようと思ってたハイエースはちょっと今それはやめて、簡易オーニングというか、あのテントのタープを車を使いながら貼るのが実用的かなと思って、ちょっと今まあハイエースは、うん、今ちょっとおとなしくはなってますけど、結構ハイエースも最近乗ってるんでね、はい、まあ何にしろこれからも、いいカーライフ、どん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 率先して自分でもうニコニコ超笑顔になるカーライフを、なんかまあ映像もあの使いながら、皆さんにお届けするとともに、一人でも多くの方がそういういいカーライフを過ごしていただけるように、いろんな情報発信これからも頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。あのいいカーライフのそばにずっといていただければなと思います。ということで、ほんと今回も、最後までご視聴ありがとうございました。近いうちに、うん、ちょっといろいろとお伝えができると思います。まだそっちの買いました動画とか全然撮ってないし、納車しました動画とかいつになるとかも全然わかんないので、まあ最速でも2週間ぐらいとか、うん、もうちょっとかかるかな。ちょっと来週は韓国行ったりもしないといけないので、ちょっとね、あの出張等も立て込んでいるので時間がないのでね、まあなので、まあでも買ったのでね、もうあといつ来るかだけの話なので、はい、まあなので、今後もお付き合いいただければ幸いです。超テンションぶち上がった、超なんかねモチベーション上がった。やっぱね、男はなんかこういう単純なものなのかな、なんか、うん、こういう単純なものでぶちテンションが上がる、モチベが上がる、頑張れる、まあそんな感じでございます。そう考えるとボスとかの車も変えてあげたいよなとかって思うんだよね。うん、NSX 渡す、うん、まあちょっといろいろ考えます本当。はい、ありがとうございます。失礼いたします。イカライフをこれからもよろしくお願いします。